北条氏康。北条氏康は、戦国時代の武将。相模国の戦国大名。後北条氏、第二代当主。北条氏綱の着難として生まれる。後北条氏、第三代目当主。母は、氏綱の性質の陽玉院。関東から山内、大木谷両衛杉氏を追うなど、外政に実績を残すとともに、武田氏、今川氏との間に、交渉。 春三国同盟を結んで、関東を支配し、上杉謙信を尻け、後世につながる民政制度を充実させるなど、政治的手腕も発揮した。後北上氏党首として19年間、隠居後も後継者である第四代党首、北上宇治政との共同統治を12年間続け、30年以上に、渡って後北上氏を率いた。上初代として扱われる、伊勢 北条宗雲が存命中の永戸十二年、年15、1515年、第二代当主、北条氏綱、当時は伊勢氏綱の着男、伊勢伊豆千代丸として生まれる。四歳の時に、祖父、宗雲が死去。七歳の頃から、父、氏綱は、北条氏を名乗るようになる。原服は、氏綱の左京大部人間と、同時期の京六二年、1529年年末の十五歳の、 頃と見られている。協力三年、1530年、小沢源の戦いにおける偉人にて、上杉と毛けと戦い、これに対象したと伝承されており、日本小田原らき、当時代資料の面からも事実に近いとされている。天文四年、1535年8月の会の、山中合戦、天文六年、1537年7月の、川越城攻略などに出陣して、 先行を重ね、天文7年、1538年の第一次、河野台の戦いでは、父と共に、足利義明、里見連合軍と戦い、敵の総大将、小弓久保の足利義明を打ち取って、勝利を収めた。天文6年、1537年7月には、父と共に、鎌倉鶴岡八万宮に車両を寄進し、同8年、1539年6月には、 将軍、足利義春から、須養、高野雛を送られている。天文十年、1541年に、宇治綱が死去したため、家徳を継いで、第三大当主となった。宇治綱は、死の直前、五家条の訓戒状を残している。一説では、天文七年、1538年に、宇治綱が隠居して、宇治やに家徳を譲り、貢献していたとされる。また、 宇治綱は、天文十年の初夏には体調を崩して、前日の訓会場を残していることから、宇治綱の隠居は、死の直前であったとする説もある。天文十四年、1545年、駿河の今川義元は、関東管令、三内上杉県政や大木谷上杉智貞、智沖のことをと連携し、宇治安に大職を兵した。義元は、 北条氏綱に奪われていた東、駿河を奪還すべく攻勢をかけた。これを第二次加藤一覧という。宇治やは駿河に急行するものの、北条勢は今川軍に押され、吉原城、長久保城を自略させるなど状況は不利であった。その在陣中、関東では山内、大木谷の両上杉氏が大軍を要して、規定。 工場綱主が守る川越城を表したという知らせが届き、東西から挟み撃ちにあった宇治安は、絶対絶命の危機に陥った。この球場の中まずは片方を収めるべく、宇治安は、武田春信の圧戦により、吉本との和睦を模索。東駿河の加藤地域を吉本に割譲することで、和睦する。後の武田氏を交えた、交渉、春三国同盟の締結までは、 緊張が続いたが、その後は同盟関係を堅持し、鶴ヶ進出はなかった。関東では、吉本と手を結び体制を立て直した両上杉氏に、加え、宇治安の義兄弟、妹婿であり、これまでは、北条と協調してきた小学坊、足利春氏までもが、連合軍と密約を結び、川越城の包囲に加わった。およそ8万の連合軍に包囲された川越城は、 約半年にわたって牢城戦に耐えるものの、今川との戦いを収め、関東に転戦した、宇治安の北条本軍は一万未満しかなく、圧倒的に劣勢だった。宇治安は両上すぎ、足利陣に、これまで奪った領土はお返しするとの手紙を送り、長期の退陣で油断を誘った。そして翌天文15年、1546年、宇治安は、木内の綱重と連携して、 連合軍に対して、野衆をかける。この野衆で、上杉智貞は戦死し、大木谷上杉氏は滅亡した。また、上杉の政は、上野国平井に、足利春氏は、下佐国に遁走した、川越野戦。川越城の戦いの内容に関しては、同時代史料が乏しく、研究の余地の大きい合戦ではあるものの、この戦いで、北条氏側が勝利したことにより、 宇治安は関東における構想の主導権を確保する。大危機は軍事面だけではなかった。川越野戦の後しばらくの間の領地経営は手間取に地帯した。特に天文18年1549年に関東で発生した大地震では被災した領民への対応が後手に回り、両国全域での民が村や田畑を放棄しての逃亡が大規模に起こる。 国中諸軍大転という深刻な状況に陥ってしまったため、天文19年、1550年4月付で、くじ射免令を発令した。これは、伊豆から武蔵南部にまたがる領域に直轄量、求人量の別なく衆院状を発給し、それまで雑多な徴収をされていた、不税課税の手順や対象や課税率を単純化、軽減化して、 税制改革するとともに、特定の不益の廃止や免除、過去設定されていた諸税を撤廃、指定の債務を破棄するというものである。この発布により、事態を収集したが、これは、法上氏が全両国規模で行った初めての特性であった。この、くじ者面税は、目安性によって、中間管理者に対する農民の直送も認め、徴税や、調発の統一化による、 中間作手の回避とともに、中間管理者にあたる領内の中小規模の旧支配層の権限縮小すことで、関東の実機ではない北条氏の支配権の強化につながっていった。天文十九年、1550年七月六日に、足利義輝の命を受けて、里見義隆との仲介の労を取るために、関東に下校した彦部が書く頭に取りなしに、 満足した胸の手紙を送っている。天文十九年、1550年に、上杉の政の居城平井城を攻めたが、この時の攻略はならず、翌天文二十年、1551年に、平井城を落とすことに成功し、県勢を、馬屋橋城、さらに、白井城へと追い詰め、天文二十一年、1552年正月に、県勢は、越後四五代、長岡影虎、 後の上杉謙信のもとに身を寄せることになった。しかし、翌天文21年、1552年7月に、長岡ゲトラの支援を得た謙政が、武蔵北部まで入り、同調した諸子に対し味方の赤石救援のため、宇治安が報復する事態まで起きた。結局この後永禄3年、1560年まで、謙政の関東侵入はならず、 山内上杉氏よりきの揺らしや佐野市や長野市や横瀬市等の抵抗があったが、工事元年1555年頃には、北条に属すことで、上杉連合軍に全域を奪われていた上野は、一旦は北条氏の勢力下に収まった。上野や武蔵氏以外にも、日立の佐竹氏、下野の宇都宮氏などの関東諸公との敵対状況は続いていた。天文十二年。 1553年4月には、マリアツ武田氏を攻略していた里見氏を攻め始め、その中で、内坊正樹氏が北条に下っている。天文23年、1554年には、小賀城へ、進行、2年前に、久保の位を、後北条氏の血を引く息子、宇治安の老いの足利義氏に譲った春宇治を肌野に、幽平。さらに、大石氏には、宇治てる、藤田氏には、 宇治国と息子を養子に送り、時間をかけながら、実質的に一門に組み入れた。工事三年、1557年には、宇都宮家臣、羽賀高佐賀の宇都宮城奪還に協力し、小学坊及び佐竹氏や那須氏など、周辺の大名らに、宇都宮市への援軍要請を出している。さらに、宇都宮城奪還時に、三伏当主の三伏直に対して、 旧宇都宮領を宇都宮市にすべて返還するよう命令を出した。これらの行いは、宇治安の権力が関東官令に匹敵することを関東諸将に知らしめさせという思惑があったために行ったという。先の加藤一蘭語の和睦はなったが、今川との関係は依然として緊迫した状況であり、天文十七年、1548年3月、宇治安が織田の武に宛てた。 編書、古生文写しの一話がなったというのに、彼国、吉本からの疑心がやまないので迷惑しているという、内容からもそれは見て取れる。一方、天文二十三年、五百五十四年、今川吉本が、三河国に出兵している隙をついて再び駿河に、進行するが、吉本の名優である、武田春信の援軍などもあって、 駿河信仰は思うように進まなかったと言った後に、成立した、北条の軍記物、関八州古全六、小田原五大記に描かれているような大惨事、加藤一覧と見られる動きは、今川氏や武田氏、近隣国に関する同時代資料、軍記からは確認できず、先の広告資料に関する旧説と、遺跡、資料研究の祖語からも、小和田哲夫、有光友学、黒田元木ほか、 今川氏や古宝城氏、武田氏の研究者による見解は否定的である。天文23年1554年7月、今川氏の重臣、大元節祭の仲介などもあって、娘、早川殿を今川義元の着難、今川氏真に嫁がせ、12月には前年に婚約の成立していた武田信玄の娘、大場院を着難。 生の性質に向かえることで、武田、今川と同盟関係を結ぶに至った、交渉、春三国同盟。さらに宇治安は、実施の宇治範を実質的に、人質として、宇治範にとっては、外祖母に当たることぶき勝つに,に預けた、この時宇治は、松平武千代、後の徳川家康と信仰を結んだとされる。これにより、背後の駿河が固まったことになり、主に、 武田氏と軍事的連携を強化し、関東での戦いに専念することになる。英六二年、1559年、宇治安は、次男で長着子の宇治政に家督を譲って隠居した。英六の飢金という大飢金が発生していたため、その攻めを取るという形で代替わりによる特政令の実施を目的としていい。しかし隠居後も小田原城本丸に泊まって、ご本城様として、政治、 軍事の実験を掌握しながら、宇治政を貢献するという、に親方、御両殿と称される形態に移行した。この頃、上野国内の上杉法、横瀬、由良氏、上野斎藤氏、沼田氏などをほぼ降伏させ、この時点では上野国の領国化に成功している。越後に対しては、越後から上野へので入り口、沼田に北条公原を置いて対抗した。 英六三年、千五百六十年五月、今川義元が、桶狭間の戦いにおいて、織田信長に撃たれたため、今川氏の勢力が衰退する。同年、上杉謙信が、英六の基金の中の関東へ進行し、小田原城の戦いとなる。上杉の政を報じ、八千の軍勢を率いて三国峠を越えた謙信は、各地で略奪を繰り広げながら、馬屋橋城、沼田城、 岩下城、名場城など、上野国の北城方の諸城を、次々と攻略し、関東一円の大名や豪族さらには一部の、欧州南部の豪族に動員をかける。これに対し、上佐国の里見義高の本拠地、久留里城を囲んでいた宇治安は、包囲を解いて9月に、川越に、出陣、10月には、松山城に入る。ここで主要な城へ、老城指示を出し、 その後本拠地の小田原城に入城。牢城の構えを取った。上杉連合軍には、上野国の白井長尾氏、宗者長尾氏、美濃は長野州、沼田州、岩下斎藤氏、金山横瀬氏、木生佐野氏、下野国の足利長尾氏、小山氏、宇都宮氏、佐野氏、下宇佐の柳田氏、小金高木氏、武蔵国のおしなり田氏、羽生広田氏、藤田州、 深谷植杉氏、岩月大田氏、勝沼三田氏、日立国では、小田氏、真壁氏、下妻田谷氏、下立水谷氏、安房国の里見氏、上佐国の東金堺氏、飯仏城山室氏といった関東幕中門の面々に加え、遅れて佐竹氏が参陣した。これに対し、北条氏には、上野国の立林赤氏、武蔵国の松山上田氏、 下谷国の那須氏、下宇佐の結城氏、下唄氏後千葉氏、薄井源氏、和佐国の土家堺氏、日立国の大城氏が組氏、玉縄城には、北条氏氏、滝山城、川越城に、北条氏、京、江戸城、小机城、湯城に、北条氏てる、三崎城に、北条綱氏、津久井城の内藤安行で到対抗した。月初旬、信は、 下宇佐小賀御所などを包囲。上野黒和橋城にて越年し、A64 年1561年2月に松山城、鎌倉を攻略。最終的に十万余りの連合軍を引き、宇治安の本国、相模にまで押し寄せた。連合軍先陣は3月3日までには、東馬に着陣。上杉方は14日に中軍を突きにて、北条法、大富士氏と交戦。 検診税も3月下旬頃までに、佐古川付近に迫り、加藤文書、大藤文書ほか、巨城、小田原城を包囲した。関八州古仙六島の軍殿においては、上杉軍の大田助政隊が、小田原城の蓮池門へ突入するな攻勢をかけ、対する北条軍は、各地で平坦に打撃を与えて攻戦。この間、包囲は1ヶ月に及んだとも伝えられているが、 同時代史料では、上杉軍による城下への放火等は記されているものの、上杉文書、詳細は明らかになっておらず、前後の上杉軍や謙信の動きから、包囲自体は1週間から10日間ほどであったという。小田原城の防衛は固く、当時関東では、飢饉の続発していたため長期にわたる出兵を維持、できず、佐竹氏など諸豪族が鉄兵を要求し、 一部の豪族は勝手に陣を引き払う事態となっていた杉原賢志蔵文章。さらに、宇治安と同盟を結ぶ信玄が、品濃国川中島に海津城を完成させ、品濃北部での支配域を広げることで、賢信を建成。これらにより、賢信は小田原城から撤退、鎌倉に兵を引き上げ、ブルー3月に鶴岡八幡宮にて関東関令に就任した。 この後、謙信は、足利富士市、吉氏の初任屋房として擁立。上杉の政を、関白、この江崎久と共に古川に入れると、武田氏に先導された一向一揆が、越中国で放棄したこともあり、この時の小田原城の攻略を断念。早くも上杉軍から離反した、上田友直の松山城を再攻略し、各地で略奪、放火を行いながら、6月に、 越後国へ帰国した。他にも、関宿城等の城が、北条氏から離脱したが、玉縄城、滝山城、川越城、江戸城、小机城、結城、三崎城、津久井城等は構成を耐え切った。以降の永六年間、植杉謙信は、作物の収穫後にあたる農業の裸一期である冬になると、関東に進行し、宇治安は、北条氏と植杉氏の間で、 離脱従属を繰り返す国衆と戦乱と敵軍の略奪による両国内の荒廃といったその対応に追われることもある。A64 年の献身帰国の直後には関東官僚就任式時に北条下から離脱していた下宇佐国の千葉市高木氏が再起参したが宇治安は献身の帰陣前の6月からすでに上杉氏に奪われた。 勢力域の再攻略を試みていた。9月には、武蔵国の三田氏を攻め滅ぼし、その両国は宇治てるに与えられた。次に、宇治国が家督を継いでいた富士たちの両国のうち、敵に応じていた秩父日与城、天神城を攻略し、武蔵北部を奪還した。さらに、武蔵国のお出し、深谷城の上杉県政をも再起参させ、 上野国の佐野直綱と下野国の佐野正綱を寝返らせることに成功したが、正綱の方はその後間もなく、謙信に降伏している。宇治安は武蔵国へ軍勢を派遣し、十一月二十七日の陸野山の戦いで、第四次川中島が戦直後の上杉勢を破り、上野国まで後退させると、内閣文庫書像、小畑文書、出雲桜井文書、総集文書、 そのまま、上野武蔵境まで進軍して、秩父高松城を降伏させ、宇治国の両国の回復をなさせた。上杉勢は、小賀城を、久保敷郎の柳田聖助に任せるとの書状を出して、軍を引き上げていたが、12月には、この江崎久は、由良成重に、小賀城の苦境を伝えている、古寒雑さん。小賀城を追われた吉氏は、北条氏によって、 上ズ佐サ城に移された。A66 年、1563年には、武田氏の援軍を得たこともあって、宇治安は松山城や上野馬山城を攻略。さらに、下野の小山氏を寝返らせ、その後は小賀城をも攻略し、謙信が小学校として擁立した足利富士氏を捕らえた。これに対し謙信も反撃、三国峠を越えて、上野、 武蔵、下野、日立、下嘘へ進行。馬屋橋城や小賀城を奪還し、成田市、小山市、有城市、小田市を降伏させると、北条方の諸城を攻略するが、両軍ともに支配権を安定させるまでには至らず、一進一退の攻防が続いた。永6七年、1564年、里見義隆、義弘府市と和佐国などの支配権をめぐって、 退陣する第二次河野台の戦い。北条軍は兵力的には優勢であったが、里見軍は盛況で一筋縄には行かず、北条軍は東山綱影などの有力武将を多く失った。しかし、宇治安の構成により、里見軍は敗れて安保国に撤退した。同年の永禄7年、大田助政をその息子と測って岩月城から追放し、 宇治安は、武蔵の大半を、再び平定する。A68 年、1565年、宇治安は、関東の中原における拠点である、関屋土城を攻撃。この城は、利根川水系等の用地で、宇治安を、重要視していたが、この時は、城主、柳田誠介の抵抗に、北条軍は撤退した、第一次関屋土合戦。この後、謙信は、 薄い城や和田城の攻略に失敗。さらに、美濃和城が陥落したこともあり、武蔵国にの成田市、深谷上杉市、上野国の由良市、富岡市、縦林長尾市、下屋国の皆川市、上佐国の堺市、土家、土器市、原市、正木市の一部など多くの豪族が、北条氏に服従。続いて、日立国の佐竹義重が、謙信の出陣要請に難色を示すなど、 対北条方の足並みの乱れが生じていた三個文書。そして、A69 年、1566年、上野馬屋橋城の上杉家直進、北条高弘が北条に寝返ったことにより、上杉氏は大幅な撤退を余儀なくされた。A69 年、1566年以降は、実質的にも隠居し息子たちに多くの戦を任せるようになる。 関東において優勢に戦いを進めており、宇治政も成長しつつあったためである。これ以降は、竹坂への陰板を用いての薬船収納、職人刺益、息子たちの広報支援に専念するようになる。この前後から宇治政は、左京大部に任官し、宇治安は、相模神に転じている。家臣への感情発給も、この時期に停止し、宇治政への権力の異常を進めている。 英六十年、千五百六十七年、宇治安は、息子の宇治政、宇治テルに、里見氏攻略を任せ出陣させる。しかし、正木氏などの国人が、里見氏に通じたことなどがあり、宇治政は、里見軍に裏をかかれて大敗。北条家は、和佐南み藩を失った。この際、娘の太子の大田氏氏が戦死している、三船山合戦。また佐竹領以外の人たちにおいては、 南日立の小田氏等の親珠により北条氏の誠意が及んだものの、小田氏は、六十2年、1569年に佐竹氏に大敗し、佐竹氏の勢力は南へ拡大した。六十1年、1568年、吉本没後の今川氏の衰退を受けて、従来の外交方針を転換させた、武田信玄が鶴ヶ信仰を行ったことにより、 三国同盟は破棄された。今川軍は武田軍に敗北、さらに徳川軍の進攻を受けて掛川城に追い詰められる。北条家は娘婿の今川氏真を支援をする方針を固め、氏政が駿河に出兵、札田峠にて武田軍と対峙する。氏康は信玄が徳川の不信を買ったことを利用し、徳川との密約を結び、駿河京劇の構えを取った。 さらに富士信忠が大宮城に攻撃を仕掛けた武田軍を退けたことによ。信玄はこの状況での駿河防衛は困難と判断。一旦駿河国から軍を退き開国へと退却した。北条氏は広国寺城、桂山城、深沢城など東、駿河を奪取した。宇治安と信玄の敵対関係は決定的となり、交渉同盟は破綻した。 宇治安は、西に、武田氏、北に、上杉氏、東に、里見氏と三方向を敵勢力に囲まれる、危機的状況に陥る。この苦境を乗り切るべく駿河出兵を決めると同時に、上杉氏との同盟交渉を開始。この頃、西上の一円は、武田領下しており、県心の上野における、支配域は、沼田と馬屋橋など主に、東上野のみとなっていた。さらに、 謙信の目は、越中国に向けられていた。謙信は当初、討伐対象であった北条氏との同盟に乗り気で、なかったが、家臣の説得もあり、大度なんか、すでにまとまっていた今川家と上杉家の同盟に乗る、形で交渉を始め、謙信の急進、由らなりを、仲介役に、石巻天洋院を使者として、A61 年、1569年に、 上杉謙信との同盟である、越相同盟を結んだ。これにより、謙信は、宇治ヤのおいである、足利義カを、関東関連の主である、小学坊として、また宇治ヤ宇治政は、謙信をン坊の出自たる、関東関連職であると、お互いに認め、上野、武蔵北辺の一部の上杉氏領有を認める代わりに、謙信に、北条氏による相模、 武蔵大藩の領有を認めさせた。北条方は、宇治安の実施、三郎、後の上杉影虎、上杉方は、謙信の家臣、柿崎経過の実施、春家が人質とされた。この一総同盟は、両家の停戦という意味では、成功を収めた。しかし同時に、謙信に対する藩北条派の里見氏や佐竹氏、大田氏といった関東諸大名、 豪族の不信感を生み、彼らは、上杉氏から離反した武田氏に組みしてしまった。さらに信玄が、信長、将軍、足利義明を通じて、越後上杉氏との和睦、公越和世を試み、同年8月には、上杉、武田漁氏の和睦が一時的に成立した。また上杉が、公越和世を解消した後も北条、上杉漁氏による同盟条件の不調整、不徹底のため、 北条、上杉両軍の足並みは乱れることが多かった。A62 年、1569年9月、武田軍が武蔵国に侵攻する。これに対し、八方城で、宇治国が滝山城で、宇治テルが牢城し、武田軍を退け、武田軍はそのまま、南下、10月1日には、小田原城を包囲する。しかし宇治安が徹底した牢城戦を取り、 武田軍にも小田原城攻略の意図はなかったため、わずか4日後、城下町に火を放った後撤退する。宇治安は撤退する、武田軍に対し攻撃を図り、宇治政を出陣させるが、二を捨て身軽になってまで、迅速に行軍した武田軍に対して、宇治政隊の追撃が間に合わず、本隊到着前に、三瀬峠に布陣する宇治国、宇治テル隊が攻撃を開始し、攻撃はならなかった。 初戦は優位に押したが、武田別道隊による高所からの奇襲を受け、加えて、つく以上も武田方に抑えられて援軍が陣できず、突破され敗退。武田家不代画廊のア利リのブを打ち取ったものの、武田軍の回帰感を許す結果になった、三瀬峠の戦い。その後、武田は再度する国に、出兵、対する北条は、里見氏の勢力回復や宇治安の体調悪化に、伴い、 広告事情、東駿河はかろうじて保つものの、駿河国での戦いは武田に押されていった。宇治安は、元気元年、1570年8月頃から中部と見られる病を得ており、8月初旬には、鎌倉仏日安で、宇治安の病気平愈祈願の大般若境の新読が行われている。その頃、小田原城に滞在していた大石義綱は、 風文としてではあるが、宇治安の様子を、露列が回らず、子供の見分けがつかず、食事は食べたいものを指さすような状態で、医師の疎通がままならず、信玄が図集に出たこともわからないようだと知るし、伝えている。その後、12月には、信玄の深沢白攻めの対応を指示ができるほどには、解放に向かったが、明けて、元気2年に入ると、 宇治安発給の文書は、印板だけで顔が見られなくなる。そして、元気2年、1571年5月10日を、最後に、文書の発給は停止されている。そして10月3日、宇治安は、小田原城において死没した。去年57、海名は、大正寺伝東要集大外古寺。同年から、宇治安は、かつて、武田氏に通じていた。 北条高博を介して、武田信玄との和睦、同盟を模索していたといい、最後の務めとして、宇治政をはじめとする一族を集め、上杉謙信との同盟を破棄して、武田信玄と同盟を結ぶようにという遺言を残したと、されているが真偽は不明。死後の12月27日、北条、武田は、再同盟している。神奈川県箱根町の金、湯山総雲寺。 現在の総運寺境内に残る宇治安を含めた、北条五代の墓所は、江戸時代の漢文12年に、北条宇治則の子孫で、佐山藩、北条や五代目当主の北条氏を治が、北条総運の命日にあたる8月15日に、建立した供塔、九養棟。宇治安の本来の墓所は、広大な旧総運寺境内の大戦院に、葬られたが、総運寺の前仮覧は、 豊臣秀吉の軍勢に焼かれ、宇治安の墓所の位置は不明となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。